ジェイマ・メイズは、アメリカ合衆国バージニア州出身の女優である。グリー、グリーのエマ・ピルズベリー役ほか、ヒーローズ、アグリー・ベティなどへの出演で知られる。第67回ゴールデングローブ賞受賞式での、ジェイマ・メイズ・テネシー州ブリストルにて、高校教師及び炭鉱業労働者の、父ジェームズ・エドウィン・メイズと、母スーザン・ポーレットのもとに生まれ、バージニア州グランディで育った。 15歳の時、地元ラジオ局で死亡記事を読む仕事を得た。クランディ高等学校卒業後、サウスウエスト、バージニアコミュニティカレッジで、準学士を取得し、バージニア工科大学で1年学んだ後、バージニア州のラドフォード大学に編入して、演技を学んだ。2004年にテレビドラマ、上位にデビュー。以後、テレビシリーズに多く出演している。 ヒーローズではマシオカ演じる日本人、ヒロナカムラと親しい仲のウェイトレス役、チャーリー・リュースとして3話に、アグリー・ベティではアメリカ・フェレーラ演じる主人公・ベティが思いを寄せるヘンリーの恋人役として6話に出演。2009年より高校を舞台にしたグリー・グリーに準レギュラーとして出演している。2007年に鉄板英雄伝説で共演した俳優の アダム・ギャンベルと結婚している。2016年に第一師団児を出産。ありがとうございます。